はい、ワイワーマッチャです。ということで、来たね、タマミツね。俺、こいつのガンランスが楽しみで仕方なかったんだよね。水属性の放射型ガンランスが、こいつの、えー、本家でのステータスなんだけど、モンハンダウで水の放射型ってまだないんだよね。水で言うと、ジャグラスの通常型、ジュラトドスの拡散型しかまだないから、まぁ、じゅちこいつがね、放射型の和歌を担ってくれるということで、もう楽しみで仕方ないね。そして、あとは、パオルム足も実装されるらしいね。ただ、2日間限定で、しかも有料。 チケット買わなきゃいけないみたい。有料チケット。もうなんかディズニーランドの入場チケットみたいな感覚で。まあだからやる人やらない人が出てきそうだよね、その辺は。ちなみに、ポールムアシのガルランスは、 ないです。それじゃあ詳しく見ていきましょうか。まずね、えー、そのイベントが来る前に準備期間みたいな感じで、えー、7月8日から17日までの10日間で、えー、イビルジョーやリオレイヤーをはじめとしたなんか毒と流属性のね、えー、まとめイベントみたいなのが来るみたい。で、なんでこれ流属性と毒なんだろうと思ったんだけど、玉三つねね、まあ、雷が一番効くみたいな感じなんだよ。本家で。で、えー、常 <noise> に対してだけ、流属性効くんだよ、玉三つねって。だからモンハンナウだと、雷はもちろん、で、流属性と毒属性が効くみたいな感じなんじゃないかな、多分玉三つね。ちょっとまだわからないけど。 じゃないとなんかこの強化機会謎でしかないからね。まあ多分そういうことなんじゃないかなと思います。で、玉三つねの出現条件としては、えー、普通に期間限定でフィールド上に登場するみたいね。ただイベント終了後は、その10日間が終わった後は、大連続狩猟のみで登場するようになります。だから、 扱いがちょっと人用外に似てるかなもしかしたらちょっと落ち着いてくるとフィールド上で普通にね、出現したりとか、あと緊急係数で出てくるとかっていう感じの扱いになってくるんじゃないかなそしてその10日間ね、えー、玉道を含むフィールド上のモンスターの密度、密、密がね、あの上昇するみたい。だから、田舎道とかね、田舎の人はね、結構嬉しいんじゃないかな 俺のところはね、もう一本道しかないの田舎すぎて、<laughs> 枝分かれしてるさ、都会みたいな感じじゃなくて、一本道行って、で、30分くらいかけて行った後、往復してまた30分かけて一本道を戻ってくるっていうね、あの、虚無の時間っ <laughs> て俺呼んでたんだけど、あれがね、まあ多分解消されるんじゃないかな、密度が増すって書いてあるから。だからいろんな人に対して、ちょっとモンハンなのがね、遊びやすくなってると期待しておきたいところではありますね。で、あと報酬として、玉道の素材や、夏にぴったりな、限定の 重ね着と、えっと、カリウドメダルと、あとは激輪がね、報酬でもらえるという感じで、まあ普通にイベントみたいな感じの枠付けになっていると。 そして次はね、パオルム・アシュ。こいつもね、先行狩猟できるんだけど、えー、さっきも言った通りね、有料チケット <laughs>。これ購入しなきゃいけないんだよね。なんか、モンハンナウでは初めての試みらしいね。でも、ポケモン GO ではあったみたいね。なんか、仙台で確かやってたような気がするんだけど、でもなんか賛否両論だったみたいだから、まあ、この辺もどうなるかなって感じだよね。まあ、無課金税の人は、 まあ、二日間だけみたいだしね。しかも期間が。だからやらないっていう人も結構多いんじゃないかな。あと、ガンランスとチャージアックスもパウル回しの武器はないからね。あと、有料チケットを購入すると、まだ特典があってね、有料チケットをゲーム内ショップで購入された方は、期間中、常時アクセスできる範囲が従来の1.5倍。だから、あの、なんか範囲をさ、 広くしてくれるあの玉あるじゃんああ。あんまり使ってないんだけど。あれが常時発動するみたいなね、感じになるみたい、な2日間。で、えー、大連続狩猟と交流迎撃戦に参加する際の制限がなくなるっていう大連続狩猟チケット。あれがいらなくなるみたいな感じらしい。まあ、2日間ではあるんだけど。でも嬉しいね、これはね。で、さらに玉三つねの出現率も上昇するみたいだから、なんかこれでもかっていうぐらい盛りだくさんなね、そういう有料チケットがはあの発売されるみたいですね。なんかどこぞのディズニー スィニーランドの本当、ファーストチケットみたいな感じがするんですけど。また、限定の重ね着やカリウドメダルが獲得できる期間限定クエストが配信されます。だから、なんかナビルーのイベントみたいな感じの。 うん、なんかクエストが配布されたりとかすんのかな。そしてさりげなく恐ろしいイベントも開催されるんだよ。表異冷静。これなんか限定の、期間限定の漂流石がね、えー、なんか配信されるみたい。配信ってかなんか入手できるようになるみたいだね。通常の漂流石では付与できないスキルが含まれています。だそうです。これ足を刈ると手に入るやつみたいだから、なんだろうね。 超会心集中破壊用もう予想できるんだけど、でもそんな強力なスキル乗せてくるかなーっていう感じもするしな。今のところ流属性強化はないから、で、あと、法術どうなんだろう法術も、わっちゃ、これで漂流石出てきたらやばいけどね。5日間し、日間しかないのこれ。29日から8月8日、四日までの。そのよ、その5日間の間にさ、なんか法術のね、表位スキルとか出てきたら、 ちょっとガンサーとチャーカー、また苦しまなきゃいけないよ。サザレさえパオルムアシの武器がないっていうのに。まあ新しく実装される可能性も、まあギリギリちょっとあるけどね。まあでも本家でないから多分ないとは思うんだけど。<laughs> そして下にある独属性、流属性、強化クエサの詳細なんだけど、通常エリアにリオレイヤー、リオレイヤー、シュー,、えー、プケプケ、バサルモス、イビルジョーノ。この5匹がね、確率アップで出現しやすくなるイベントになっているみたいです。<laughs> で、今イビルジョーノガンランスがめちゃくちゃ強いからな。これが種 砲撃やる上でくっそ楽だからイビルジョはマジで狩り尽くしておきたいところだね。あとはバッサルモスはまあなんか結構勝ってる人も多いとは思うんだけどこいつも出現率アップするからで胴体と足がね砲術つけられる防具になってるんだよねだからグラグリードをイビルジョーで作るっていうのとこのバサルモスでその砲術の防具を盤石にするっていうのが今のガンランス環境においては結構大事になってくるかなこの2匹ね。 そして期間限定のクエスト。これ14個配信されるみたいなんだけど、これの追加報酬がね、美味しいんだよね。最後までクリアすると、流玉のかけらがもらえるのはもちろん、グラグリードで使う凶暴ーの唾液、これがもらえるんだよね。だからまあ、せっかくならイベントね、この期間中にイビルジョプラス唾液集め、なんとかやっておきたいところではありますね。グラグリード持ってない人はだけど。あとは市場なんだけど、この大地の結晶がもらえるっていうのがね、地味に嬉しいんだよね。俺今全然 ってないからな、第一の結晶使い切っちゃって。だから、流玉のかけら、正直、ガンランスではあんまり使わないから、なんかこっちの第一の結晶もらえるっていう方が、俺としてはなんか嬉しいんだよね。あと、大連続狩猟ポイントでイビルジョー、リオレイヤー、シュ、バサルモスが出現するって書いてあるけど、もう別に今もいるしな、なんかこれどうなんだろうね。バサルモス2匹、リオレイヤー、シュ2匹からの大鳥でイビルジョーみたいな大連続狩猟が、 来るのかなちょっとまだ実装されるまでわからんねそしてここからは課金していない人は無関係なんですが限定パックえー、課金要素のやつがね配信されるみたいです10日間限定なんだね ここでも第一の結晶よ。そして上流骨。これも俺悩まされてますから。上流骨50個、第一の結晶50個、えー、あとなんかここに上流骨プラス第一の結晶、ね、なんか40個40個ではあるんだけど、あるみたいだから、まあなんか気になった人はね、この辺も買うのはありかな。検討してみるの。俺ここの50個とここの50個は、なんかまだ必要そうだったら買うかもしれないね。なんか、 とにかく出づらいし、まあ、金額にもよるけどね。まあ、そんな感じで自分のお財布と相談しながら課金は考えてみてください。はい。そんな感じかな。あとは、うん。なんか喋り尽くした感じがするから。 はい。じゃあ今回の動画は以上でご視聴ありがとうございました。パオルム足のガンランスはね、マジで実装は絶望的なんだけど、三つ目の方はね、初めての水放射ガンランスできっと出てくれるだろうから、それを握れる日が俺は待ち遠しくて楽しみで仕方がないよ。あとはみんな熱中症気をつけてね。はい。それじゃあそんな感じで次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、さよならありがとうございました。